部長です。紬だよ。また体力が増えているな。キャンプで新しいレシピを購入して料理を食べてきたからね。装備の方は変わってない。そうか。まあこれで十分でしょう。かもしれんが敵も新しいのが出てきて、まあそれはそれで対処していくしかない。戻れないか。さすがに戻れると思うけど。その間にいろいろと攻撃を食らってるな。もうね。いけそうな感じの壁だが、あれがいけないんだよね。大変だな。でも確実に。よし。右側はミニマップ上は繋がってるけど壁が。そういうパターンか。反対からだね。そっちに行かずに上から攻めるか。まだどこに行って飲まないから。上も行けるところまで来た感じか。ここはダメと。とセーブポイントが見える。このまま右に行けばつけそうだな。素直に行かせてくれよかな。これだといけるんじゃないか。この装置は関係ないね。少なくとも今はな。今回はセーブポイントへの到達が早いな。まあワークポイントから始めてるからね。ではこのまま続けて。右側をか。そうしたら下とつながりそう。見落としがなければ他に進める先がないからな。さっきの右に行けそうなところはあるけどね。そういえば結構な数あるな。さっさと起動用の風の印を取らないと。このまま下か。今のは避けられたの。ま、てか下に行けないじゃん。また壁でか。なんかほんと分かりづらい地形だな。一見床が切れてるようにも見えるのにな。ここは意味ありげ。でも何も起きなかったんだ。それはそれでいいけど。なんか操作おかしくないか。うまくラック攻撃が出なくて。またスティックの調子が。今は十字キーで動かしてるけど。まあどちらも安定しないか。まあ進めないわけじゃないから。ストレス溜まりそうだな。それはね。キーストーンか。これも見つけないと。
下は左右にだな。左が部屋切り替えか。そういえばレベルも50万になったか。なんだかんだ結構早い。ほんと操作が安定しないな。で、先に左から。これはそのまま下に落ちないか。そんな気した。先に右から行こう。黄色のキーストーンを手に入れたか。これで進めなかったところに行ける。となると行ってないところ。行かないとね。そして風の印を。だな。よし。まずは右に見えてた扉から。使って先へ行けそうだ。では進んでいこう。これは下に行けばショートカットとつながるか。そこを確認しよう。で、ここにも装置か。上に登るためだな。この先でちゃんと出られるか。さすがに大丈夫だろ。そうでないと戻れないしな。風の印が落ちててってパターンもあるけどね。はまってるな。敵の数が多い。今落下攻撃が中断されたな。落下中は無敵じゃなかったんだ。まあいいや。これで戻ってこれたな。じゃあ今度はキーストーンを使った先を探索だ。では左下の扉から。ちょっと暗いな。祭壇の裏側って感じ。そういえば操作キャラがエルザになってるな。この浮かんでる剣だね。しかし攻撃力が弱いな。連続ダメージ取りづらいからな。ここもか。倒しきれないな。しょうがない。飛ぶ木の設定図来た。ランク7か。また戻った時にでも。ただ拾った武器もまだの多いからな。作らなくてもいけるか。そういうのが増えてきてる。でも一応確認はするんだけどね。妥当な判断だな。ランクが上の方が一気に数値上がること多いし。とここは行き止まりだな。ここに何もなければまた他の黄色の扉か。それはな。いやでも。よし来た。風の印をゲットしたな。これで行けなかったところはほぼ行けるようになったはず。だな。もうこの部屋はないね。とまずはここの装置から起動させてみよう。登れるな。よし。ないことを確認。左は霧が入っているだけみたいだな。紛らわしい。こっちもないか。これで右上に。そこから登るのもありだな。
なんかハマってるな。電撃だ。どこのブロック？動かないぞ。ただのオブジェクトか。また偶然出たな。決まるとかっこいいんだけどな。行かないのか。上を確認してから。ではこれでワープポイントへもつながったな。ふこの後は基本的に装置を起動させて上に行くって感じだよね。だな。あとキーストーンを使って進む場所もあるだろうが、細かいところはカットでもいいとして、メインで進むところはしっかりとな。では内部の探索も終わったので。何か収穫はあったか。ミーナのスキル。メインの方で装置を起動させてるが、まとったスキルは二刀流のね。後武器も拾ったけどな。見直してなさそうだな。レイピアっぽかったんで。まあ設計図のこともあるからまたの機会だな。また違うエリアに繋がりそうか。壁があるけどこのパターン。壊せる壁がありそうだな。この岩か。で、謎の洞窟か。まあここはいいや。さっさと戻ろう。宝箱あったしな。この宝箱、シアラの銃だな。よし、こっちは終わり。次はセーブポイントの左から。ではこいつを起動させよう。ここまでだな。倒し方が安定したか。こいつはね、しかしこの剣はか、ほんと面倒。そういや左にも行けたようだな。まずは上を目指すよ。ここも左があるな。そして上にもね。で、範囲広いな。まあダメージはそんなにだからいいけど。あと体力がこれだけあるとな。まあいつもやってるメトロイドバニアに比べれば。そのせいでかなり雑にも思えるな。まあ実際雑だけど。お、ワープポイントが見えてきたな。ちょっと目標ができた。
らわしい。これはショートカットね。もよし。それ使う必要あったのか。なんとなくね。さて MP 切れたしエルサで行くか。ここは歯車か。おそらく乗れるよね。あ、ここも乗れるやつと背景と見極めが必要か。本当わかりづらいな。少しで前に見えているやつはってところだろうが。それはわかるんだけどさ、上のちっこいのは有効になってるし、同じ大きさで背景と実体になってるのだな。そういうのはほんと勘弁してほしい。とはいえもう終わりだろ。ワープポイントには行けそうだぞ。これで届かないとかあったらやだな。左に抜けるところを全て無視してきてるから、その可能性は残るが。まあそうなったらその時は戻っていくけどさ。でもこれなら大丈夫っぽい。無事来れたな。でセーブポイントも近いじゃん。となるとそこまで頑張ろう。あっさりいけるか。また回り道させられる可能性はあるけど。今の音レーザーの予告音じゃないか。危険そうなので。まあさっきの部屋から上には行けなさそうだったんでよいな。こっちはこっちで中ギミックがありそうな。4色の光か。これキーストーンに対応してるんだろうな。そんな感じだな。でも今は何事もなく来れたか。で、火事を起動させよう。さっきのやつか。わかんないけどな。とりあえず休憩だな。てかショップマシンがあるの気になるな。アイテム屋か。これがあるってことはボスが近そうな。確かにな。まあアイテム補充をしておくかな。その必要はないようだ。意外に使わずにここに来れちゃったか。そのようだな。じゃあ素直に休憩しよう。次回はまあまた上を目指しますか。